神社、エール、は、幻中34による日本のライトノベル作品。イラストは、たこ焼きが担当。第3回ノベルジャパン大賞で佳作を受賞し、HJ 文庫より観光されている。高校1年生の笠木健二は、幼馴染のこと、さき楓に思いを寄せていた。健治は、高校の部活に属しており、毎日神社に通い自主練をし、 その一方でカエデと付き合えるよう願掛けをしていた。そんなある日、ケンジは高校の古流研友会で練習試合中に木犬が頭に直撃して意識を失い一面の花畑のような光景で神様から学校の帰りにお供え物としてたこ焼きを買って来いと指示される。放課後、ケンジは神様の指示通りにたこ焼きを買って春名神社へ奉納し、そのまま帰宅。 ベッドで横になると突然、部屋中が光に包まれて春名神社の祭神。春名がさっき奉納したたこ焼きを頬張りながら、出現した。先代の春名大名神から代替わりした春名が、祭神になってから3ヶ月。今では、夏祭りの時を除いて、すっかり参拝客の足が遠のいている。春名神社を熱心に参拝している。賢治は春名にとって、最初の信者だと言われる。 こうして降臨した春菜は、ケンジの、カエデと両思いになるという願いを叶えるのかと思いきや、ケンジが、カエデのことばかり考えているのが面白くなさそうな態度を取り始め、やがてケンジの家族や周りの人々の前にも姿を表すようになる。春菜神社の夏祭り前日、ケンジはカエデを夏祭りへ一緒に行く約束を取り付ける。ところが、カエデは、夏祭りが終わった後に、 父親と東京へ引っ越すことを、ケンジに言い出せないでいた。兄弟の、神社、エール、は、神社と、エールに、炭酸飲料のジンジャーエールを引っ掛けたものである。ジンジャーエールは、ケンジの好物として、各館で、アクセント的に使用されている。なお、第3回ノベルジャパン大賞と、同時期に開催されていた第8回スーパーダッシュ、小説新人賞において、神社、 エールという本作と表題の告示した作品が一時選考を通過しているが本作とは無関係である。また第2巻以降のカウントは2杯目のように3杯と杯を引っ掛けたものになっている。なお作者は第2巻執筆の際に長野県の諏訪大社へ取材旅行をしてきたとブログに書いている。 2009年9月1日初版 ISBN978 から4から8942592872009年12月1日初版 ISBN978 から4から894259690第8回スーパーダッシュ小説新人賞結果発表アーカイブド2010年2月10日アットザウェーバックマシンありがとうございます